願いします。ちょっと聞いてよ。いやらんねんお前、お姉やないやないか。お前普通に喋ったやねん。びっくりした。僕の話なんですけど、あのね、はい、まあ、皆さんも分かると思うんですけど、あ、なんですか、まあ、僕これ自分でやるぞって決めたことは達成するまで頑張るタイプなんですよ。だけどこの10年、もうずっと達成できてないことがあって。お、何？ミンティアを一人で食べきったことがないんですよ。わかります？今回こそは、今回こそはって俺毎回買うんですけども、絶対に誰かが一個ちょうだいって言ってくるから、あげるでしょ。だから一回も食べきったことないから、一度でいいんですよ、一度でいいから、これ一人で俺食べきってみたいんですよ。出てへんかな、それ。いや、これ出てへんよ。いや、できそう。いや、できる。いや、でき、ヒンテ。いや、そんな難しい。いや、難しい、めちゃくちゃ。で、じゃあ、今すぐこの中で、一人でも私ミンティア食べきったことあるよって、あ、手挙げない方がいいですよ。それも友達いない宣言と一緒ですから。そんなことないよ。いや、食べきったことある人いるって。いや、そうやって友達いたらね、絶対1個ちょうだいって言われるから、ちょうだいって言うともう食べきれないってことやんか。だから無理やんか、これは。いや、ありへんかったらええやん。ありへんかったらね、全部食べきれますやん。いや、ケチやと思われるやん。俺これケチで言ってるわけじゃないやん、挑戦として言ってるわけやん。そもそもがさ、友達との会話のエチケットのためにミンティア食べるのは友情大事にしてる俺がケチやと思われて友達減ってしまったら、これ本末転倒やん、高道。え俺の体何流れてる？友情や。まあ普通に喋ってくれたらいいと思うけど。じゃあ、 家で食べたら？家で食べたらちょうだいって言われへんやんか、食べきれる。逃げてるやん、うん、外で堂々と食べたら挑戦ですよね。そのも家でこそこそ卑怯に食べきったところで高みっちょい。俺から正々堂々抜いたから何残る？まあまあ残ると思うけど。2つ持ったらミンティアとこれね、自分用とアデル用と2つ持ったらええやんか。にも増えるやん。我慢せえや。俺そんだけ言うてんねんから、なんか一個我慢せえや。いや、だってさ、こうポケットにね、なんかミンティア2つ入ってるって、こうポケットから透けて見えてたらもう恥ずかしいやん、これ。だっていや、別に透けへんやん。高道。何？俺、細身のパンツ履くタイプ。知らんねん。さっきから自分のプチ情報掘り込んでくんなや。そもそもないやねん、そのな、ミンティア 50個食べきるって挑戦がしょうもないねん。やめてまい、そんな挑戦。アホらしい。夢があんねん。いや、すがすがしい顔して。何？もしね、そのミンティアを一人で食べきれたら、そんな日が来たら、俺な、何やフリスク食べようと思って。何の夢やねん。いや、もうミンティア以外でもフリスクいけんねん。変なルール作らなかったらええねん。これはもう無理かもしらんねんけど、もしいつか、もしもしもし、このフリスクも一人で食べきれたら、沖縄で暮らそうと思ってんねん。急に？え、ミンティア、フリスク、沖縄？ホップ、ステップ、お前ワープやで、これ。ジャンプせえ、ジャンプをここで。だから何としてもミンティア食べきりたいね、一人で。いや、ほなこれはミンティアってバレるからいいんやろ、もうミンティア買って別の箱に入れ替えて、で、なおかつ炭の方でコソコソ食べたらいいやん。いや、もう一番あかんやつやん。あ、で一番あかんの？いや、想像してみて、定期的に炭の方行ってコソコソと、なんや、ようわからん白い錠剤食ってるやつ。お前マジで俺の目のクマ見てみろ、おい。信憑性しかないやん。知らんやんか、それは。警察来たらどうする？通報されたらどうする？どう言い逃れしたらいいよ、俺。いや、大丈夫やん、これミンティアに。信じるわけないやろ、見てみっつってね、常習犯の顔してんだよ。大丈夫やん、鑑識に一回全部持って行ってもらう。ほら、鑑識調べたらミンティアってわかるやん。全部持ってかれてるやん。あやろや、もう一個でも嫌やのに、俺。こちゃこちゃ今まで、もう何やろ。だから、あげたらミンティア食べきれへんやん。食べきれへんってことはフリスク行かれへんやん。フリスク行かれへんってことは沖縄で暮らせへんってことやんけ。沖縄で暮らせへんってこと、俺一度でいいからやってみたい。サトウキビ一人でしがみ切りたいって夢。まだそんなんあんのか、お前。まだそんな、またその食べきるやつ戻んなや。ホップ、ステップ、ワープしてるのにリバースすんなや。リバース戻ってくんな、ここに。もう諦めろ。そのやりきるっていうのがもう無理やから、諦めろ、お前は。もうやるな、そんなん。一度でいいからの消しゴムを使い、それもあかん。プリンセス記念者ありました。